ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回は富山県高岡市、もうね夕方になってますが、今回は、この高岡駅に直結のクルン高岡という商業施設ですねの中で見つけたお店です。こちらはい、というわけでいただいてきました。もう店名もパンチ効いてますし、写真もね結構ガツッとこうパンチ効いてそうだなということで、どんな味かと思いましたが、意外にこうさっぱりした味付けでしたね。実際塩のスープなんで、そのコテコテじゃないのはあらかじめ分かっていましたが、それにしても牛すじも含めいろんなもののおしゃれもさっぱり系に乗っていて、それ食べやすいなと。で、自分気に入ったのはこう麺で、結構太めの縮れも強い麺なんですが、これはねコシが強めで、なんかすするとこのすすった喉越しでまたこうなんかすっきり感が味わえるような、印象の麺でした。はい、ここね多分以前本当高岡来るのも本当久しぶりではあるんですけども、
このカナに前は、ね、気づきませんでしたね、このお店があったのは。で横にはあのお土産コーナーがあったり、まあコンビニもあったりということで、電車でこう高岡ね、降りて旅行でですね、ちょっと暑いなとか天気悪いなとかっていろんな日に館内でまずお昼済ませてからホテル行ってその後、目的地に行こうなんて時にはね、この場所立地はねめちゃくちゃうってつけなんじゃないかなと思いました。そして高岡駅ちょっとねすごく初期の動画ではご紹介してるんですが、あの路面電車で今見えてますね。あそこでたまにね何本かにポンドラえもん列車が入ったりとか、あのまあ大人もそうですがお子さんとね来られてもいい場所だと思いますし、また少し行くとね、鋳造の、銅のね鋳造なんかをしている、金谷町でしたかね、ちょっと正確なこと調べてテロップ入れますけど、だったりと、実はですね、見どころも多い町だと思ってますんで、皆さんもね、この高岡お越しの際には食べて、ちょっとこう移動して、いろんなものを見て帰られたらどうでしょうか。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。